松本は9月のホーム戦まさかの6失点で敗れた記憶はまだ色濃く残っているはずです。右前で左に浦田、そして真ん中は河合が突破を図ります。河合の折り返しヘディングはゴールキーパー正面、風間浩也のヘディングでした。アルバロのプレッシャー、ここ阿部に通ります。ワンタッチ収める、阿部書き出します。はあ、ヘディング、山田ナイスキーパー。今田さんがね言われたばっかりでだけども、中への折り返し、跳ね返されたボールは知念がシンプルに前、池田切り返して、池田の左足、ナイスキーパー、村山また止めました。このシーンです。ここで一つ間を作ったんですよね、はい、それで守備がこの足が止まってしまう状態になって、うん、シュートコースを開けたシーン、はい、この間の作り方はうまく、杉本が追っていきます。池田、上里が左足振ってきた、上里和真さん、均衡を破ったのは琉球のキャプテン、宮古島出身初の J リーガー上里和真さんの左足、琉球が先制です。いいのシュートになってるんじゃないでしょうかね。あれですかね。あ、そうですね、やっぱり、うわ、いや、このシュートはねワールドクラスだと思いますよ。出ました、上里、これ相当距離あると思うんですけどね。これはねやはりその、まあ、コース、スピード、はい、まあ、この辺、瞳が前を向く、河合も猛烈な勢いで上がってきました。河合の左、村山よく止めました。まあ、ここの後ろからの追い越す動きですよね。まあ、ゴールに対しての推進力ありましたから、はい、まあ、それがね、うん、シュートにもつながりましたよね。泉走る、その小泉、瞳は呼び込んでますが、小泉仕掛けて、小泉まだ持つ、えぐる、あー、入った。これは池田と小泉の突破から最後は山本でしょうか。